はい、どうも皆さんこんにちは、きなです。今回もね、水曜日で更新日なんで、たくさん新しいお知らせ入ってるんで、見ていこうかなと思います。で、皆さんにね、もう、最速でお知らせしたい、めちゃめちゃね、まあ、嬉しいのかな？うん、っていう情報もあるので、そちらね、紹介していこうかなと思うので、よろしくお願いします。で、今回もちょっとお知らせ多いから、もしかしたら2部構成にしてるかもしれないです。前半後半みたいな感じで。はい、ということで行きましょう。まず、レジェンズオールスターですね、が登場しているというわけで、こちらはですね、もう今日からガチャ開催となっております。で、極ブラックの使ってみた動画に関しては、今撮影して、動画作ってるんで、多分ね、この動画投稿する前にね、上がってると思うんで、ぜひ見てください。で、どこから見れるんやろ？めちゃめちゃね、でかい情報あるんで、もうそれを最速で見ていこうかなと思います。こちらですね、ゲームアップデートのお知らせで8月31日、更新が入っておりますと。アップデート内容、クイックアタックの余ダメージ量を下方修正したということで、これ皆さん結構言われてましたよね。クイックアタックの攻撃、強すぎるやろっていうね、声がめちゃめちゃあったと思うんですけれども、それをね、運営さんが迅速に対応してくれたという感じですね。はい。やっぱりね、めちゃめちゃツイッターとかで騒がれてたし、僕たちね、実況者もかなりね、声を上げて、このクイックアタックとかについては言及してたかなと思いますね。で、二つ目、これ見てください、皆さん。敵 CPU の AI を調整し、敵が回避後に即反撃する確率を下げましたということですね。以前の CPU はプレイヤーが意図的にコンボを途切れさせることで、反撃や回避ができないという本来想定されていない挙動を、行われていたっていうことですね。で、まあ、運営さん側がね、これをできることをまあ知らなかったというか、あんまり想定しなかったみたいですね。で、元々は、このね、ハメ技を使えないような仕様で進めていこうと思ってたんやけど、まあ、このタイミングで変えたらね、ずっとハメ技できていた状態なんで、ストレスがユーザーたちにかかってしまったという感じですね。はい。で、今回、それの解約に対する、めちゃめちゃ意見をもらっていたせいか、確率を下げたという、まあ、なんでしょうかね、対応の仕方が、されましたということで、こちらちょっとね、この後イベントとかで少し見てみようかなと思います。本当にめちゃめちゃ買わされてたんで、それがね、どんぐらい変わってるかっていうところを見ていこうかなと。で、今回のアップデートでは CPU 戦の敵の挙動に対する、フィードバックへの対応及び難易度調整として全体的な調整を行っておりますということで、やっぱり、問い合わせとかをみんな見てくれてるみたいですね、運営さんの方は。はい。それは普通に嬉しいよね。そして、Z メダル交換所の更新、各種データを更新ということですね。はい。こんな感じでございます。で、9月6日の更新予定で、ギルドコインの交換所、マルチ Z パワー、およびゼニーの交換上限回数をリセットできますよということですけれども、まあこれは、いつも結構やってるリセットかなと思うんで、そんなに気にすることでもないかな。とりあえず、このね、まあ、アップデート情報がめちゃめちゃでかいんじゃないかなと思うので、はい、少しちょっとイベントで見てみましょうか。はい。まあね、皆さんがよくね、まあ、すごい不便になったなっていう超軸ラッシュで試していこうかなと思います。もう本当にね、コンボ外し、まあ、確実に2回に1回はね、外したら対応されてたんですけれども、もうそれ以上ですね、70% ぐらいの確率で絶対、買わされていたんで、それがね、どうなってるかっていうところを超軸ラッシュで見ていこうかなと思います。はい。どんな感じになってるんやろ。まあ、これまではね、完全にもう 100%、ハメ技が入るっていうような感じだったんですけれども、いきまーす。大気打って、これで、2段階フルフォースのためでいって、あ、かわされますね。かわされました。はい、1回目はかわされた。ただま、こっからわかんない。ドカバキ入れます。ドカバキの数値はそんなに、いつも高くないよね。はい。で、つなげて、これでクイックとかでつながるのは変わってないんか。了解了解。で、ここ外します。あ、かわしますね。どうなってるんやろ。ちょっと待ってね。え、もう、更新されてるんよね、これ。外します。かわされるんやけど。え、大丈夫か、これ。全部かわされるんやけど。あー、ちょっとこれはステージとかを選ばないと、微妙なんかな。ちょっと見てみますね。はい。ドーンっていって、ここもう一回外します。いや、壊されるくないか？ちょっと待って、分かりにくいと思うんで、キャラ居座ってやりますね。いつもね、ここ2ダメでも入るんですよ。あ、入りましたね。
あ、かわされましたね。ちょっと大丈夫かこれ。確率下がったとは言ってるんやけど、なんか前とあんま確率変わってんのか微妙なとこじゃないか。近距離やったらかわされづらいみたいなのはあるんかもしれない。射撃の反撃はできる。いや微妙じゃないか。ちょっと待ってくださいね。お知らせの方で変わってるかどうかっていうのを、もうこのタイミングで変える予定じゃなくて変わってるんだよね。お知らせ見まーす。ねえ、アップデートで、今日、アップデート内容ですよね。メンテナンスは終了いたしました。で、CPU の AI を調整し、敵が回避後に即反撃、あ、即反撃なんか。なるほどね。かわしはするけど、反撃をしなくなったってこと？いや、それどうなんだ。まあ、確かに、めちゃめちゃ、いやらしさっていうのは若干緩和された気がするけど、かわさないんじゃないのか。ちょっと、それは微妙な気もするな、でも。ちょっと外しますね。あ、やっぱ外さ、即圧とかをしてこなくなったってことか。これはどうなんや？まあでも、変わる前やとすると、なんかね、ちょっと待ってくださいね。こんな感じでずらし圧みたいなのしてくることが結構あったんですよ。ただそれがなくなったって考えると、まあ良かったりもするんかな。はい。今入りましたね。で、かわされて、バックダッシュするようになってるんかな、今度は。はい、そんな感じでございます。まあ、ちょっと現段階では何とも言えないけど、正直、まあ、レジェンズ、結構やってる廃人級の僕からすると、これでも、まあ、正直回りにくくなってるよねっていうところが、今のところの、まあ、本音ではありますね。ステージによって、もしかしたらね、めっちゃ改良されてる可能性とかもあるし、まあ、実際よくはなってるんですけれども、まあ、正直前の仕様の方がいいよねっていうところは、今のところ感じていますね。ただなんか、これから高難易度の敵キャラを相手するイベントみたいな時に、まあ難易度が上がって面白くなるみたいな可能性はあるんで、まあそういうところを含めたらトントンとは考えられるんかなって感じでございます。はい、そんな感じでね、ちょっとアップデート内容について触れていきました。ごめんなさい、お知らせのまとめ動画にしようと思ってたんやけど、アップデートの内容についての投稿になりそうですね、これは。うん、まあ皆さんね、これがどんな感じの調整だったかっていうね、感想をぜひコメント欄に教えてもらえると嬉しいですね。はい、そんな感じでよろしくお願いいたします。どうなんやろ。まあ、とりあえず若干ね、 CPU 対戦の解約について緩和化された気はするんで、まあ、そこに関しては喜びましょう。あとは、普通にね、運営さんが僕たちのね、ユーザーの言葉をまあ見てくれてるっていうことはね、今回も分かったんで、まあ、どんどん声を上げていくべきなんかなとは思いました。はい、そんな感じで、この後ね、極ブラックの使ってみた動画とガチャ動画も上がってるんで、ね、ぜひ見てもらえると嬉しいです。はい。じゃあ、あとはね、お知らせ動画を別に撮って投稿しようかなと思いますので、今回の動画は終わりにしようかなと思います。はい。何にもなかったかな。まあ、ちょっと、なんでもない、ここら辺のストーリーの情報とかだけ見ていきましょうか。はい、ストーリーとか、はい、来てますよっていうところで。あとは超結晶とかも来てるんで。まあ、どうせね、後の、お知らせの動画でも一緒に触れると思いますけれども、ここら辺はまあ知っといてもいいかなっていうところあるんで、はい、お願いします。それではお疲れ様でした。今日こそお前の息